新型コロナウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスで新たに70人が感染していることが分かりました。厚生労働省によりますと、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでは乗客乗員およそ3400人が今も船内にとどまっています。このうち新たに70人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。これで感染が確認されたのは乗客乗員合わせて355人になりました。午前10時半です。自衛隊の救急車両が今出てきました。クルーズ船では昨日も67人の感染が確認されています。今朝も複数台の救急車が出入りしていて感染者の搬送が続いています。